使徒子の性欲的状態と人質の中の吸血誘引性に関する検討、白井さんよろしくお願いします。言わせますけど、一応1例が10分、2例が12分、3例15分終了となっています。それでは始めます。以前から蚊に刺されやすい人とはどういう人か、例えば汗かきの人であるとか体温の高い人であるとか、さまざまなことが言われており、夏にテレビ番組で取り上げられることも多くなっています。しかし海外の研究者の間でも、汗を多くかく人が刺されやすかった、また逆に刺されにくかったなど諸説がありまして、未だに明らかにされておりません。一方、農業害虫の分野では希少植物の先行性が研究されております。衛生害虫の分野でもゴキブリの好む食材が研究されているにもかかわらず、蚊が吸血のターゲットとする皮膚については研究が進んでおらず明らかとなっておりません。今回エンジャラは皮膚の生理学的状態を検討することによって、蚊の吸血誘引性との関係を少しでも明らかにすることを試みました。試験に用いた教室中は、羽化後30日から40日例の人質シマカ未吸血滅生虫です。教室する個体物は考慮せず、岐阜県大垣市、大阪市鶴見区、兵庫県赤穂市で採集し、当教室にて類大飼育中の個体群を用いました。なお、蚊の入った容器内に手を入れますと、当然ながら吸血されて、かゆみがひどくなります。この状態ですと、被験者を集めて、かつ繰り返して試験を行うことが困難です。この困難でして、この点の解決を鋭意検討してきたところ、蚊の興奮を2分の1程度に切断した蚊を知る方法になりました。この蚊は吸血しようとして皮膚に止まるものの、興奮の先がなく、皮膚を貫通できないため刺すことができません。これが、後部を切断した蚊でして、この後部の先が短くなっているのが分かります。これが後部を拡大した蚊ですが、この後部の先がないので、皮膚を貫通することができません。試験方法ですけれども、幅60センチのガラス製容器内に教室を30頭入れ、2箇所に設けた袖口の一方に必ず対象として私 YS の左手及び前腕を、他方に18歳から61歳の男性13名、女性3名の被験者の一人一人の左手及び前腕を同時に挿入しまして、30秒ごとに10分間吸血しようと皮膚に止まった、これを折りついたとして膠着したと言いますが、その蚊の数を数えました。なお、蚊数は安倍数としました。試験の前後に換気カプセル法により乾燥した空気を流し、皮膚上から蒸発する水分を拾って計測する方法により、発汗量または計表に水分喪失量、すなわちトランスエピダーマルウォーターロス、略して TEWL を測定し、また高周波の電流を流して電解質と非常水分量に良好な相関が見られることから、水分量を測定する核質水分含有量または非常コンダクタンスおよび放射温度計による非常温度を測定しました。試験は3連で行いました。同時に被験者に体重等を記入するアンケートに答えていただきました。試験はこの写真のように2人が、左手を入れる形で、このようなガラス容器内に入れて行う形で行いました。
推移を示す図です。被験者の記号は、氏名のイニシャルに、年齢、血液型というようにして表していまして、頭にこの L がついているのは女性を示しています。この中で特徴的なのはこの LCU24P の人で、YS30A に比べると非常に硬弱化数が少ないという結果になっています。またこの KK61B という方はどなたかご存知の方も多いかと思うんですけれども、試験中の電波によって、YS30A よりもはるかに硬弱化数が多いという結果になっています。またこの OH23B という方は重度のアトピー患者でして、それでも YS30A よりもはるかに硬弱化数が多い結果になっております。この2人の女性については、この LYK21B という方は、全被験者の中で最も批評温度が低かった人ですけれども、YS30A よりも硬弱化数が低くなっておりまして、この LHP21A という方は、批評温度はかなり高かったんですけれども、私よりも硬弱化数がかなり低いという結果になります。次の8人について硬弱化数を示した図です。この図によりますと、この YS30A とほぼ同じ傾向をたどる人が多くなりました。しかしこの KN56O という人は、色が黒い線もあってか、正しい YS30A よりもかなり硬弱化数が多いという結果になっています。次に YS30A を1とした比率で、私は対象として入っていますので、1とした比率で硬弱化数の順位を示しておりますが、このによると最も感じ刺されやすいのは1に比べる 3.09 倍の硬弱比を示した KK61B という方です。この人は発汗量と批評コンダクタンス、批評温度ともに上位の方に来ています。で、一方最も感じ刺されにくいと考えられるのは、この LCU24B の人で、批評コンダクタンスや批評温度ともに下位の方に来ております。それから、重度のアトピー患者 OH23B という方は、皮膚のバリア機能が劣るために、低表皮水分喪失量は、水分の蒸発量が多い、最も多いという状態でして、一方ではアトピー患者のために皮膚が乾燥しているので、皮膚のコンダクタンスは最も低いという結果になっております。このように特徴的な生理学的状態になっております。次に手と前腕について試験しているので、一見無関係に思えるという体重と硬弱比の順当を比較したようですが、硬弱比で上位の KK61B という方や KN56O という方が、体重でも上位に来ております。また硬弱比で最下位を占める3人の女性は、体重でも最下位を占めるという結果になっております。これは発汗量と批評コンダクタンス、批評温度、体重と硬弱比との相関を検討した図です。一次式で記入したところではどれも相関がほとんど見られていませんでした。しかし意外なことに、体重にこれらの中では最も高い相関が見られています。次に得意な生理的状態の例として、重度のアトピー患者について検討します。これはそのアトピー患者の前腕伸縮部を示しています。
トピー患者上と健常人の前腕腹側部を示しています。写真でも示されるようにこのアトピー患者の皮膚は凹凸が多くて凸凹をしています。これはアトピー患者の失礼しました。 OH23B と YH30A の膠着ガスの図と手を示したものですけれども、 OH23B は皮膚が極めて乾燥しているために非溶化ダクタンスは非常に低く、バリア機能が劣るために低表皮水分喪失量は高いという結果が出ております。しかもそれで蚊の膠着数は私よりもかなり多いという結果になっております。また皮表温度も私より低く、色の、濃さも私よりも白いという状態でして、OH23B に蚊が多く誘引されたのは皮表から蒸発する水分量に蚊が反応したのか、凹凸が多くて蚊の視覚に捉えやすかったためかなどが考えられます。今回年配の方の KK61B の人や KN56O の人のシワが多くゴツゴツした手が膠着されやすかったことも、皮膚表面の形態が吸血しようとする蚊の視覚に影響することも考えられます。明瞭な結果ではありませんが、今後のヒントとなる可能性を示すものとしてまとめますと、蚊に刺されやすさと体重に若干の相関が見られる可能性があります。また重度のアトピー患者の蚊吸血誘引性が高かったことから、皮膚の表面形態、低表皮水分喪失量の高さが蚊の吸血誘引性に関与する可能性があり、こうした皮膚表面の形態や肌の色の濃さなども関係しているか調べることが今後の課題です。また発汗量、角質水分含有量、皮表温度を変数とする未知の数式が存在したり、これらの値のバランスが蚊の吸血誘引性を決定しているのかもしれませんし、蚊が重視する順番及び重視する割合があるのかもしれません。今後もアトピー患者及び健常人の被験者を増やして、皮膚の生理学的状態と蚊の吸血誘引性との関係を検討していきたいと思います。なお、今回の試験では皮膚から発散される化学物質などの匂い、炭酸ガス排出量、血液型、肌の色の濃さ等の研究、検討が十分にされていませんので、これらについても検討していきたいと思います。以上で発表を終わります。どうもありがとうございました。今回のご発表に対して、ご答弁をお願いしたいと思います。時間は1分ぐらいですか？1分あると思いますので、非常に面白い話だと思うんですが、いかがでしょうか？ですので、ぜひ何かおっしゃってください。ほとんど一部でして、
壁に止まったままもたくさんあります。ちょっとそのあたり少し気になったはい、あ、それから先ほどの質問ですけども、明るいところでも、まあ、一筋島がよく来るんですね。明るいところで、量が比較したということでして、まあ、おっしゃる考えをまた今後検討していきたいと思います。他にございますか。じゃあ時間を取りますと、どうもありがとうございました。